どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。ようこそポレポレチャンネルへ。ケイスズキです。今日は、こちら、渋谷の方に来ております。今日はですね、これからこの7階にある見えますかね、博多劇場さんの方でちょっとある企画をね、やりたいと思います。では参りましょう。はい、というわけで、博多劇場へ着きました。はい、たまきさんです。いやーすごい、いきなり来ました。初対面です。初対面です。すいません、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日は実はですね、今日は誕生日パーティーでこちらお呼ばれしております。全然ジャスミンと違う。いやー、というわけですごいちょっと盛り上がってますけども、ちょっと今日はですね、この後スペシャル企画をね、ご用意してますので、ちょっとしばしこんな感じの、ちょっと今盛り上がってますんで、すごい、あ、なんか、お、しゅんさんです。はい、こういうステーション、おめでとう。え、これどういうの。あ、すごい。え、わあ、すごい。すごい。あ、すごい。わあ、すごい。あ、やべえ、ナオトの名前も入ってるんですか。すごい、こんな。あ、もう一個。こんなイベントも、こんなイベントもやってます。はい。これ線香花火ですか。ガチのじゃないですか。鈴木さん、お誕生日。はい、あ、はい、お、来た。さあ、来ました。え、ありがとうございます。見せて、ありがとうございます。すいません、お願いします。お願いします。せーの、ハッピーバースデー。皆様から祝っております。祝っていただいております。すみません、ありがとうございます。すごい、すごい。これとともに、ね、顔近づけて。あー、終わりました。すごい、すごい。ちょっとこんな演出があるとは意外でした。はい、ちょっと今日はですね、改めて私のちょっと誕生日はこちら皆さんでお祝いしていただけるということで来てるんですが、ちょっとこれからですね、チャレンジしたいと思います。題して、じゃん、37個食いつくせ餃子大食いチャレンジ。あ、回らないんで。いや、ちょっと今日お祝いしてもらったこの37個の餃子ね、私がどれだけ食べれるかってことをちょっとやりたいと思います。で、私も実は、まあ正直そうですね、まあこれ多分ね、ちょろいと思います。ちょっと軽く食べてね、見せたいと思います。じゃあ、すみません、いただきます。よし、あ、年の分だけの餃子いただきたいと思います。じゃん、ではいただきます。お味はどうですか。美味しいです。すごい。あ、玉木お姉さんです。お姉さんじゃないですよね。え、どうしたんですか。僕？どっちが？数えて数えて。あ、あ、いい数字、37。あ、お皿がないんですか。あ、いいの。これもそのまま私で。これでいいですか。ありがとう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 。ここが私の地元で。あ、そっち、あ、どうせ欲しいの。てか。普通にジョーダン君も頑張ります。すごい、1回で200%です。プレゼント汁無料ってこのあって、これもらえるのってもらえるってことはどんな味かちょっと、うん、マジで考えたら僕は辛くて10回来ると寄付だプレゼントらしいんです。お見えに来て。はい、怪我したらあれ、ちょっとこう談笑しながらいただいてますが、あとまあもう25分くらいですね。全然楽勝ですね、これね。もっとでかいものだと思ってました。やる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 。あ、行く行く行く。マジやるじゃないわ。間違えたわ。これならいけるな。これ本当に話すかして来ないと厳しいですか。
しかもめっちゃ熱々らしいよ。そう、熱々。やったことないじゃん。私ないよ。なんかさっき知ったんですけど、100個チャレンジっていうのがあるみたいです。100個食べたら無料だそうです。ちょっと今度の企画に入れときます。とりあえずこれ完食しますんで、もうあと20個ぐらいだと思います。なんか1時間で100個の餃子チャレンジだそうです。ちょっと次の企画で入れましょう。そうなんだ。時間も余ってし、まあちょっとまだ食べてます。まあでもお腹いっぱいになってるか。これなんか、うん、最高食いとか何だったの。まあ当たんないと思う。まあちょっと前よく聞いてね。はい、ちょっとでも公式もそんなにできるの、まあ、まあ全然違うんですけど、多分みんなからこういう感じになる。消毒対象です。早食べるの、うん、おいい感じ。すごい。もうあと10個ぐらいです。解説ありがとうございます。はい、餃子味はどう。そこ使われるよ。おいしいです。はい、すごく、いや、すごくあの助かってます。すごく玉木さん助かってます。わーい、はい、絵的にね。いや、めっちゃ助かってます。もうありがとうございます。これでダンス、あのフォロワー、男性フォロワー増えるかもしれない。フォロワー増えてください。なんかあとなんか気づいたら4つになりました。え、そうなの。あの、え、ね、例えばつながって軟式ジャズ選手だったんで、駒沢どこで行けるの。駒沢公園。あそこ軟式できるんですよ。オリンピック公園みたいな。あるよね、あの走ってる。あそこでまあ行くもの全然いいやことない。じゃあそれ分からない。行きましょう。これで最後です。15じゃん。軟式未経験あって2つは大丈夫。やば、もう10年以上前なんだけど。マジでも覚えてんじゃないですか。でもう一人教えて教えて。うん、軟式でも意外とやったりして。女子さあというわけで、うん、なぜか中国の軟式じゃない、うん、37個。友達いないよね。友達いないの。完食しました。いますよ。おめでとう。ありがとうございます。次は100個チャレンジ。次は100個チャレンジやります。そうですね、あの、はい、100個チャレンジやります。また次回以降のね、あの大食い企画に入れますんで、待ってます。はい、オファーします。マジじゃん。あ、そうそうそう、マジじゃん。あ、それ、そう。あ、ダメ、これダメだよ。いいけど急にびっくり。似てないよ。え、似てない。あの、ユニフォームで8割ぐらいのもんなんで、モノマネって。はい。さあ、というわけでですね、まあ、企画の方、あの、SNS でもよくすごい、大食いチャレンジ、大食いやりますとかアピールしてるんですけど、全然もうこんなのもうね、あの、軽いです。ちょろいっすね。はい、まあ、本当あのさっき聞いた通り、次は本当100個チャレンジちょっとやってやろうと思うんで、まあ次もね、またこの企画をやっていきたいなと思います。まあ、もう楽勝でしたね。はい、もう楽勝で、楽勝すぎました。はい、まだこれちょっと飲み会というか宴会中なんですけど、宴会でまだもっと頼んでると思うんで、ちょっと今日はね、ご馳走になりたいと思います。はい、まあ、そうですね、次、さっきお聞きした、その、まあ、100個チャレンジもいいんですけど、まあ、回転寿司とか、カレーとか、まあ、寿司かな、寿司がいいかなと思うんで、ちょっと寿司もね、どれだけいけるか、ちょっとやってみたいなと思います。はい。まあ、やっぱ50皿、まあ、もっといけるかもしれませんね。はい、まあ、一応そんな感じでね、またチャレンジはしたいと思います。はい、まあ、気合でやっていきます。さあ、というわけですね、今日はこんな感じの企画をさせてもらってですね、餃子はまあ軽々37個、37個、まあ、37個、もう軽くたらい上げることができたんで、もう次はね、100個にチャレンジしたいっていうのと、まあ、新しいまたね、目標もちょっとできたんで、まあ、本当にね、またこれからこういう企画、引き続きやりたいと思います。はい、SNS こちらやってますんで、ぜひフォローの方をね、お願いいたします。あの、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、で、次回はまだあるよ。次回はまだある。はい、ちょっとね、サプライズ企画を第1弾をやりたいと思いますんで、はい、お楽しみにということで、はい、バイバイ。では、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。皆さんありがとうございました。
はい、というわけで今回ね、2月生まれの方を、私含めて2月生まれの方を、招いての、誕生日会をやっておりました。というわけでこちらですね、こんな感じでやっておりました。この模様です。今日お手伝いいただいた玉木さんです。すごい助かりました。やっぱこう仲間でワイワイやるのが楽しいなと。インスタ見てください。かわいいでしょ。はーい、マイガル、これ本当にいいですよね。ぜひフォローしてください。頑張ってください。はーい、バイバイ。こんなくす玉までね、用意していただいて本当にありがとうございます。はい、ちょっと声通ってるか分かりませんが、とりあえずこんな感じです。今日はお祝いしていただいた皆さんです。顔出し NG 言ってくださいね。はい、すいません、ちょっとここでですね、思わぬサプライズがあります。今回誕生日会を企画してくださった大西さんです。大西です。よろしくお願いします。はい、ちょっと今回ですね、そんな大西さんの方からなんとこちら、ロシアワールドカップ、ね、ベルギー戦で、はい、なんとロシアワールドカップの、決勝トーナメントのベルギー戦で、はい、マッチングパッチ入ってる、しっかり長谷部選手が本当に実際に使われたユニフォームを、はい、こちらのプレゼントをしていただきました。着るだけです。着るだけ、はい、着るだけですか。プレゼントないですね。いや、本物ですね、これね、すごい、もう本当に本物ですね。これがね、すごいです、本当にね、もうすごい。一応こんな感じで、はい、全選手の、西野監督も、手倉森コーチも、しっかりサイン入ってます。あ、すごい。すごいですよ、本当に。長谷部選手のサインは、こちらですね。すごいですね。見えますかね。パンツもあるそうで。すごい。わあ、すごい。すごい。そう？実際使われたパンツです。本当？毛穴が気になる。あ、じゃあ使われてる。もうちゃんとこれいい。これレプリカじゃなくて本物の。これマイナスジャパンじゃないです。そこが気になる。本当だ、ベルサイズあで、そんな毛穴とか見せたことある？ちょっともう、僕の顔映ってるか、映ってないですけど、これ、長谷部選手のサイン入りです。はい、あ、ソックスも、はい、あ、すごい。これソックスです。はい、あ、すごい。じゃあ、あれ、化粧水とかちゃんとしてる人？これは新品かもしれないですね。でもガチモンですね。もう見るからに違いますね。すごい。わざわざすみません。社長に来てもらって撮ります。あ、いいんですか。まず上だけ着て写真撮りました。はい、あ、いいんですか。写真だけは撮りました。なんかちょっと上だけ着させてもらうことになりました。じゃあちょっとお言葉に甘えて、はい、ありがとうございます。すごい。乗すよ。一回洗ってあるから。あ、洗ったんですか、わざわざ。洗ってないじゃん、もし洗ったら腐ってたから。ああ。あります。マイナスジャパンじゃないです。もちろん、はい。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。今、お着替えに行きました。名刺を。みすべさん、頑張ってまーす。みすべさんでーす。じゃん。というわけで、ちょっと軽く、ね、似てない、ほら似てるよ、やっぱり。あ、ちょっと似てるかも。まさかのアナザー長谷部が本物の長谷部選手ユニフォームを着ちゃうという大事件です。はい、大事件を起こして、じゃあ、はい、ちょっと、すごく今なんか恐れ多い気持ちです。はい、ちょっと僕なんかより真面目。あ、お願いします。はい、カメラマンチェンジ。でもちょっと似てるよ。本当に似てる。横顔似てるの。ひなちゃん、こっち。キャプテンマンコテガ。撮影会してます。2月23日と。
ありがとうございます。じゃあ2月誕生日の原口くん、おめでとう。映ってる？こっち映ってます。すいません、ダメです。立ってダメ、入らない。映ってない。こっち、はい、めっちゃウケる。OK、ありがとう。すいません、ありがとうございます。撮影会終了です。玉木さんに手伝っていただきました。いやー、改めてこんなまさかね、夫婦も来させてもらうっていうのはすごく、はい、光栄です、本当に。いやー、もうありがとうございます。いやー、もうなんか素肌に来ちゃうのが恐れ多いんで中に来させてもらってるんですけど、すごく本当にもうフィット感が全然違いますね。もうなんかもういつも着てるユニフォームとは全く別な感じがします。はい、まさにユニフォーム本物で、こんなアナザー2世目キャプテン鈴木が来ちゃっていいのかなと思います。はい、これ本田。なんかもう誰が誰のサインかわからないんですけども、これが誰か、本田さん、これが本田選手だそうです。はい、これ岡崎選手の9号。あ、岡崎選手すごい。遠藤選手6番。遠藤航選手、はい、あのベルギーで会いました。知り合いです。10番。香川選手すごい。これ牧野さん。あ、牧野さん、おお、すごい、ありがとうございます。簡単な番外編でしたが、はい、こちら、今回キャプテン鈴木として、2世目として今回、特別にお送り出しました。はい、今日はこの辺で失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いします。